ムちゃんに、私の最近のちょっとしたお悩みを聞いてほしいななんて思います。お悩み最近ですね、はい、なんかちょっと人恋しくなりまして、はい、なんかペットが飼いたいなと思い始めてきたんですね。で、ハムちゃんはニャンコちゃん飼ってるじゃないですか、はい、私におすすめのペットいないでしょうか、うん、ハムちゃんがこう考える、はい、まずハムちゃんって誰なんですか、このペットがぴったりだなっていうペットをぜひ教えていただきたいなと思います、はい、というわけで先週のリッスン水曜日を担当した AKB48 倉持飛鳥でした、うん、って何ですか。ちょっとツッコミどころ多すぎてよくわからへんけどまずですね、倉持さん私のことなぜかハムちゃんって呼ぶんですよ。私ってニックネームがゆいはんなんですけど、ゆいはんなんですよ。普通やったらハンちゃんとかならまだわかるんですけど、ハムちゃんなんですね。もう全くわからへんし、ハムちゃんが飼ってるニャンコちゃんとかもう何ってなる、ハムスターなのかなんか猫なのか何みたいになりますからちょっと難しいとこなんですけど、私飼ってるね、ニャンコちゃんはですね、ビスって言ってすごいオスですごい可愛いんですけど、倉持さんはあの人の耳たぶをね触るのがすごい趣味で、耳たぶっていう、まあ、耳たで、ブーは部活のブーって書いて、その耳タブの部長をやられてるんですけど、でも非公認、非公式の、まあね、部活ですけどね、多分。その、だから耳が魅力的なお猿さんとかどうですかね。